聞こえるか、お前を呼ぶ星座の声が。この果てしなき星渦巻く銀河で、宇宙の生命から比べれば瞬きほどの瞬間もない人間の一生で、同じ時代を分かち合って生まれてきた熱き血潮の兄弟たちよ。聞こえるか、友の声が、兄弟の声が、アテナの声が。感じるか、果てしなく響いてくる命のコスモが。少年たちよ、もう一度立ち上がれ。お前は今、みんなのたった一つの希望なのだ。遥か神話の時代、この世界は神々によって治められていた。神々は地上をめぐって幾度も戦いを繰り広げていたという。神々の熱き戦いにおいて、地上を治める戦いの女神アテナを常に守り、地上を脅かす存在と戦い続けた少年たち。彼らは希望の闘士、セイントと呼ばれた。そして現代、来るべき聖戦のためにアテナの化身が降臨する。だが漁港の弟アーレスはアテナの化身を殺害しようとする。しかしアテナ殺害は寸前のところで、次期漁港候補であるサジタリアスのゴールドセインとアイオロスによって阻止される。アイオロスはアテナを守るべくサンクチュアリ脱出を決意するが、アーレスの策略により反逆者の汚名を着せられてしまう。アイオロスへの追撃は熾烈を極めたが、かろうじてサンクチュアリ脱出まであとわずかのところまでたどり着く。その時、アイオロスの前にゴールドセイントが立ちふさがった。カプリコーンのゴールドセイント、シュラである。死力を尽くし突破を試みるアイオロス。かろうじてシュラの追撃を退け、サンクチュアリを脱出するも、この戦いで致命傷を負ってしまうのだった。手負いのアイオロスはサンクチュアリにほど近い神殿跡まで逃れるが、もはや彼の命の火は燃え尽きようとしていた。その時、アイオロスはグラード財団総帥木戸光政と運命的な出会いを果たす。アイオロスは全てを光政に打ち明け、サジタリアスのゴールドクロス、そしてアテナを託すと、天命を全うしたかのように静かに息を引き取るのだった。アテナの成長と彼女を守るために集う真のセイントを信じて。そして13年の時が流れ、アテナの化身は光政の孫木戸沙織として成長する。時を同じく光政に見出され、世界各地で厳しい修行を終えた少年たちがセイントへと成長し、沙織のもとに集った。ギリシャよりペガサス・セイヤ、中国五老坊よりドラゴン・シリル、シベリアよりキグナス・ヒョウガ、アンドロメダ島よりアンドロメダ・シュン、デスクイーン島よりシュンの兄ヘニコウス一家、アイオロスの意志を継ぎ、地上の平和とアテナを守るため。アテナの宿命を知った沙織は、悪に染まった教皇アーレスを浄化すべく、聖夜たちブロンズセイントと共にサンクチュアリへ向かう。だが、巨
強力な結界に守られた上皇の前たどり着くためには、セイント最強を誇るゴールドセイントたちによって守護される、王道十二星座を象徴する十二の宮殿を抜けていくしかない。上皇の前へ向かう沙織に、上皇の立ち抜けた刺客シルバーセインとサジッタのトレミーが不意をつき黄金の矢を放つ。黄金の矢は沙織を射抜き、ゆっくりと死へと誘うのだった。黄金の矢が彼女の心臓を貫くまで12時間、矢を抜くことができる唯一の人物上皇を沙織のもとへと連れてこなければならないのだ。急げアテナのセイントたち。そんなことになりやがったぜ。一刻も早く強行のままでたどり着かねば。俺たちの中でたどり着くのが一人だけでもいい。その一人がお嬢さんを救い出すんだ。第一の級は白妖級、守護するゴールドセイント。ムー、ジャミールのムー。そうか、白妖級とは羊だから、ここを守護するゴールドセイントはアリエスのあなたということか。だけどムー、沙織さんが大変なことになったんだ。俺たちは12時間以内に教皇に会わなければならない。悪いが先を急がせてくれないか。待ちなさい。サンクチュアリではこの先にあなたたちを食い止めるべく、増強はもとより強大なゴールドセイントまで待ち受けています。彼らとの戦い方も知らずに進むつもりですか。そうか、ムーやアイオリアのようなゴールドセイントがこの先何人も。そうです。決して今までの戦闘常識でゴールドセイントを測ってはいけない。それとあなたたちのクロスは修復が必要です。この白妖姫にとどまり万全の状態で戦いに臨みなさい。ここはムー様にクロスを修復してもらえよ、セイヤ。わかった、すまないなムー、よろしく頼む。さあ、せいや、この白妖球で戦いに備えるのです。左スティックで移動を行います。常にギガの位置を把握しておきます。ああ、わかった。弱攻撃ボタンで弱攻撃。強攻撃ボタンで強攻撃。強攻撃では、押しっぱなしでチャージすると攻撃力がアップだ。相手のガードを崩せるな。見事です、セイヤ。攻撃を受けた体力ゲージを取ります。クロスに守られた体力に気をつけるんです。攻撃を受けたら慌てず体勢を立て直さないとな。必殺技1ボタンで必殺技1を。セイヤの場合はペガサス流星拳だね。ペガサス流星拳。見事です、セイヤ。必殺技2ボタンでは必殺技2を出せます。ペガサス水星拳が出せるな。ペガサス水星拳。見事です、セイヤ。必殺技1ボタンと必殺技2ボタンの同時押しで必殺技3を出せます。ペガサスローリングクラッシュだな。ペガサスローリングクラッシュ。よくやりました。必殺技をはじめとした一部のアクションはコスモを消費します。コスモは攻撃をヒットさせていくと高まるんだよ。コスモバーストボタンを押すとコスモバースト状態になります。あなたのコスモを一気に爆発させるのです。コスモバーストボタンと他のボタンを組み合わせると様々なアクションをレベルアップ。移動してるときはダッシュに変わるんだよね、ムー様。ええ、そして攻撃の必殺技は強力なバースト攻撃に変化します。よし、実戦で確かめてみよう。よくやりました。まだまだ
ガードボタンを押すとガード。移動中はステップを行います。よくやりました。コスモバーストボタンでバーストしながらガードボタンでガードすると体力を消費してピンチから脱出することができるのさ。いざという時には迷わず使うのだ。水星拳、水星拳、燃えろ。よくやりました。そしてセブンセンシズボタン、これはコスモを爆破体の力だけでこの宇宙と共に第7の感覚を開く。それは一体、それはあなたがこれからのゴールド戦局の実戦でその力を見極め使いこなしていく。分かった。ここまで手短に説明してきましたが、スタートボタンを押して構図メニューで操作方法についてのヘルプを用意して、戦いに迷った時は確かめてみるのも良い。技などのコマンドリストもここにあるのか。せっかくなのに申し訳ないが、アリエスの火が消えた。もう1時間以上経って、このままでは今終わりました。せいや、焦ったっていいことないぜ。ああ、これで備えは完璧だ。ありがとう、ムー。キキ、気をつけなさい。ゴールド・セインとは君たちが考えている以上に強大です。それはなぜか。それはコスモの神髄を極めているからです。コスモの神髄？究極のコスモの正体とは、人間の第六感を超えた第七感、セブンセンシズなのです。時間がない、行きなさい。肝に銘じておくのですよ、セイントの優劣はクロスで決まるものではありません。すべてはコスモ、自己のコスモをより燃焼し爆発させた者が勝つのです。あの火時計が燃え尽きる前に強行の間に乗り込むんだ。目指すは金龍宮。せいや、急がないと。なんとしても沙織さんを助けるんだ。どこからの直流だ。せいやたちを強行の間には行かせるな。俺たちは急いでいるんだ。通してくれ。黙れ。暗躍成敗してくれる。せいや、俺たちはここでやられるわけにはいかない。そうだぞ、セイヤ。こいつら全員をここで倒して先に進むんだ。よし、邪魔をするってんなら手加減しないぜ。セイヤ、ここの奴らは全員片付いた。うん、次に進もう。また出てきたな。こいつらも全員倒していく。まだまだこれからだぞ、聖夜。
ここで食い止めたかった。まだまだ！ペガサス！先制権を！お前は！よくもペガサスのクロスをまとって行くぞ！ペガサスに戻って先制権！違う裏切り者め！違う！裏切ってなんかない！このクロスはマリーさんと修行して勝ち取ったものだ！サンクチャリからクロスも奪い謀反を企てるぞ。許さんぞ。この辺りの柱はだいぶ年月が経っているようだね。力を加えたら柱が崩れるかもしれないな。そうだセイヤ、大したことねえセイントだな。超高速だ。すみません。いいか、セイヤたちとやったのか。今頃作戦会議かい。何おう、やか。あれが第二の球、金の球。このまま一気に突き進むんだ。よし、この調子で次に進むぞ。上品だ。この先に行かせたくないようだね。そろそろ金牛守りが固くなった。こいつらも全員倒して先を急ぐぞ。次々と出てきて。緑系のアリエスの船はしばらく残り11時間経つ。間に合うだろうか。慌てることないさ。まだ11時間あるって考えるんだ。ここは片付いた。先に進もう。まさかもうここまで来たのか。前のやつらは何をやってたんだ。水星剣あげたね。さあ次に行くよ。この先の金牛宮には絶対に倒産。次はカナダ。ペガサス先制権。ペガサス先制権。ペガサス先制権。金牛宮はもう目の前だ。でも金牛宮の中からコスモを全く感じない。まだまだ。なぜだ。おかしい、誰もいないのか。水星剣。セイヤその調子だよ。水星剣。お前らセイヤたちの金牛宮にいるな。ああ、
りの兵がこんなにもやられるか。久しぶりだな、聖夜。お前をぶっ殺しに来た。カシン、いいかげん。俺は急いでるんだ。よくもシャイナさんを傷つけたな。お前のせいで今も。待ってくれ。俺を待ってくれたんだ。俺の身代わりとなってアイオリアの剣を。どうだま。アイオリア様のせいにするのか。うわ、こいつが聖夜の姿を見たのか。うわ、戦いに挑んでくるとは。シャイナさんにもしものことは。俺は。お前はコスモを感じたことがあるか。俺はここからでシャイナさんのコスモを感じる。嘘だろ。なんて強さなんだ。固まるな。簡単にやられちまうぞ。セイヤすごいぞ。シャイナさんのことは第二の宮、金融宮を守るのは、セイントの中で並ぶべきもののない豪を誇る、タウラスのゴールドセイント、アルデバランだった。アルデバランの前には、流星剣が効かないばかりか、シリュウたちも倒されてしまう。実力の違いを見せつけるかのように、悠然と腕を組んだままのアルデバランは、ただ一人残る聖夜にとどめを刺すべく、必殺技を放つのであった。勝手にこの金牛級を通り抜けることは許さん。このお牛座、タウラスのアルデバランだ。こいつが、この金牛級を守護するアルデバラン。さっきすら感じなかったのに。まだまだ強権な貴様は何だ。さっきなぞ出さなくてもお前を倒せるのだけか。よし、ペガサス流星剣。なんだその構えは。戦う気がないのか、アルデバラン。このままでも十分お前を倒せるのだ。なんだと、なんて強さなんだ。全身の骨がバラバラに砕けてしまったようだ。ペガサスローリングジャック。もらった。言ったはずだ。この金牛宮は倒産と。どうなっているんだ。奴は構えてもいないっていうのに、なんという強大さなんだ。まさしく奴は恐るべき黄金の野牛だ。うん、うぬぼれるな。ブロンズセイントごときに構えなど必要もあるまい。さあとどめだせいや。もう一度喰らえ、グレートホーン。うわあ、ゴールドセイントとの力の差がここまでかけ離れているとは。せめて一死でも報いたい。でもどうやれば。手も抜かせるのさ。居合の剣は鞘から抜かれた後、その効力を失う。いわば死んだ剣、死に剣となるのさ。剣を抜かせる。さて、ついでにあのブロンズセイントどものとどめでも刺すとするか。どっ、なんだこのコスモは。せいや、お前まだ。クレートホーンを封じるためにはお前の剣を抜かせる以外にない。居合の剣を封じるのと同じようにな。
それが分かったからどうだというの。貴様の実力ではどうあがいても俺の剣などを抜かせることなどできんわ。抜かせてみせるさ、この流星剣で。せいや、奴が腕を組んでいると見えるか。アルデバランが腕を組んでいる間は防御力が上昇する。だからいくら攻撃しても無駄打ちに終わるのさ。じゃあ一体どうすれば。アルデバランの剣が鞘に収まる瞬間に攻撃するんだよ。セブンセンシズ、ローリングチェン。セブンセンシズに目覚めるためにはセブンセンシズボタンを押すのさ。グレートホーン。ペガサス先制剣。ムーの教えてくれた究極のコスモセブンセンシズ、見える。ゴールドセイントの動きがはっきりと見える。セブンセンシズボタンを押してアルデバランの動きを見極め、まだまだ、ヤツの剣が鞘に収まる前に俺の剣を打ち込むんだ。見事だよセイヤ。コスモバーストもうまく使いこなせてゴールドセイントに立ち向かえる。セブンセンシズで奴に近づいて、コスモバーストボタンを押してコスモバースト状態になると、お前の体内にある全ての敵が一点に集中するはずだ。その時にお前の流星剣、水星剣、今こそ盛り上がれ俺のコスモよ。セイヤ、コスモバースト中に必殺技を放ってみな。アルデバランに打ち勝つ巧妙な見えない。ペガサス水星剣、燃えろ俺のコスモよ。何？流星が変化した。まさか、まさかこれはビッグモン。ビッグバンを起こすとは。まさかセイヤはコスモの究極セブンセンシズに目覚め始めたというのか。どうだアルデバラン、お前の剣を抜かせたぜ。今度はその黄金の角をへし折ってやる。生意気な、俺のこの黄金の角をへし折るだろ。もしそんな奇跡的なことができたら、俺はあっさりと敗北を認めてくれるわ。まだまだ、お前に教えてあげられることはもうほとんどない。でも、お前は本当のセブンセンシズをまだ知らない。ヤツの攻撃を受ける瞬間にガードボタンを押してみる。水星剣だけか。速の動きをゴールドセイントの攻撃を避ける。もうお前のクレイの方は通じないのさ。セイヤ、見つけ始めた。セイヤ、まだまだ、前の思い通りにはさせん。まだまだ、いつまでもここでのんびりしてるわけにはいかないんだ。ブロンズのくせに生意気な。おっと、こっちだぜ。ブロンズの実力などたかが知れてるな。まだまだ、ペガサス流星剣。セイヤのコスモは大きく追いつき倒されながらも、まだまだ、ペガサス流星剣。もしこのまま成長すればゴールドセイント12人をもし、セイヤ、ペガサス水星剣、よし、ペガサス水星剣、
弾き返すと。聖夜のコスモが消えた。どこだ。ここだ、アルデバラン。約束通り何をもらった。どうだアルデバラン、約束通り黄金の角をへし折ってやったぜ。さあ潔く負けを認めるか、それとももう一本もへし折ってほしいか。確かに俺の負けだせよ。え、俺が構える余裕さえ奪い、このタウラスの角をへし折った男などお前が初めてだ。行くがいいせよ。この金牛宮は通してやる。だがこの先も同じように行くと思ったら大間違いだぞ。ゴールドセイントを決して侮るな。分かっている。あんたとの戦いでゴールドセイントの強大さが嫌っていうほど分かったさ。見て、金牛宮の火も消えた。聖夜、その傷ついた体と標高のままで持たないよ。ここは僕に任せてくれ。シュン、聖夜、誓ったはずだ。僕たちの誰か一人でも必ず標高の間にたどり着くと。そうだ、聖夜、まだ3番目の宮だ。ここでお前が倒れるわけにはいかないぞ。よし、わかった。シュン、お前に任せるぜ。シュン、残り時間はあと10時間だ。その時まで突っ走るぞ。こんなにも増票がいるとは手厚い歓迎だな。シュン、お前のチェーンで邪魔する奴らを倒していくぞ。本当に戦ってくれ。でも沙織お嬢さん、アテナを救うためだ。兄さん見ててくれ。僕たちは必ず教皇の間にたどり着いてみせる。シュン、全員片付いたぜ。次に進もう。そうだね、一刻も早く。なんだこのチェーンは。まるで生き物のように動いてやがる。このチェーンは敵の動きを感じることができるんだ。君たちが攻撃を続ける限りこのチェーンも攻撃を休めない。これ以上傷つきたくなかったら道を開けてくれないか。何を言っているんだ。サンクチュアリの兵が死を恐れていると思うのか。あんなところから弓で攻撃してくるとは。シュン、セブンセンシズを使って一気に周りを切れるんだ。そういえばジュネさんは大丈夫だろうか。ジュネさん。シュン、お前がサンクチュアリに旅立つ前に抱えてきた。僕たちもここに来ることをすごく心配していたんだ。シュン、お前を心配してくれている人のために何としてでもこの12球を突破するんだ。信頼球を突破、フェイント。ヤーデバルの体打ち破られた。うろたえるな。奴らの幸運もここまでだ。我々が聖夜たちを成敗するのだ。あれが第3球掃除球か。なんて薄気味悪いのだろう。それだけじゃない。この道の間何か異様な雲に包まれている。掃除球、一体何があるというんだ。俺たちも全滅。掃除球を振りまいているあの不気味なコスモは何だろう。掃除球を守るセイントのなせる技なのだろうか。しかしここ
で考えている時間はない。鬼が出るか蛇が出るか、シュン突っ込んでみるまでだ。またもや突破された。掃除機はもう目の前だ。うん、みんな行くよ。私は美しい。そう、この地上のいかなるものにも増して。ミスティ、なぜお前がここにいるんだ。お前は俺が倒したはずなのに。美しいものは、美しい、それこそが私の存在。通用しないよ。レギュラッシュ。私の体に傷が。この代償は死をもってはならない。虫けらが私の身にひざまって。どうやら太陽が拝めない。まあ、私の美しさに太陽もうじけづいたのだろう。私の周りは太陽でさえ輝きを失ってしまうのだから。そのナルシストっぽさは変わらないみたいだな。気がついたシリュウたちと共に掃除宮へ向かったセイヤ。しかしそこにはセイントの姿はなく、その上出口も見つけられず、セイヤたちは迷い人のように何度も入り口に戻ってしまうのであった。二手に分かれ出口を探すシュンとヒョウガの前に、突如としてジェミニのゴールドセイントが立ちふさがる。果敢にジェミニへと闘気を放つヒョウガだが、しかしその力は全て跳ね返され力尽きてしまう。そしてシュンはジェミニのセイントに対して攻撃を仕掛けるのだった。どこにいるのかわからない状態だ。さっきのヒョウガの剣で通用しなかったのもおかしい。僕たちの目の前にいるセイントは存在しないのか。一度見た方は通用しないよ。
なんて強靭なんだ。でもこんなとこで負けるわけにはいかないんだ。兄さんと約束したんだ。兄さんが来るまで決してくじけない。一人で戦うと、きっとジェミニのスイントを打ち破る方法があるはずだ。キングナスとアンドロメダ、お前たち2人の命を必ず仕留めてみせる。キグナスは自らの剣で奮闘している。残るはアンドロメダのみ。そう、掃除球が奴ら2人の死に場所となるのだ。シュンがネビュラ起源を敷き、ジェミニに対抗する一方で、セイヤとシリュウは。なあ、本当に抜け出られた。一体どうなっているんだ。セイヤ、お前は生地目が見えたために、敵の作り出す幻影に翻弄されていたんだ。そうだったのか。この分では、目の見える氷河とシュンたちは苦戦しているはず。大丈夫さ。あいつらなら必ず自力で抜け出てくるさ。そうだな。よし、次の巨階級を目指すぞ。な、何？バカな、これは一体。堂々とネビュラチェーンの海を渡ってくるとは。チェーンも全く反応していない。チェーンが反応しないということは、この場に敵は存在しないということだ。ならば掃除球の不可解な迷路も存在しない。全ては幻覚。どこかにこの幻覚を作る敵がいるはずだ。だけど、一体どこに？ブロンズセイントのお前たちには気づくわ。永久、虫が神の存在を知る由もないように。さあ、いつまでも止めてやるぞ。ゴールドセイントの恐ろしさをとくと見ろ。ネビュラは敵に対して鉄壁の陣を敷く。敵が中に入ると1万ボルトに対するショットを発するの。ネビュラチェーン！見
今までとは比べ物にならないほどコスモが増大している。言っただろ、コスモが高まればチェーンの特色がはっきりすると。水のスクエアは敵がどこに隠れていようと鋭く見つけ出して攻撃する。たとえどこに隠れていようと、僕は戦意となった今でさえ人を傷つけるのが嫌いだ。しかしこの12球での戦いだけは別だ。何、誰だ、私の瞑想を邪魔した者。なんだ、恐ろしく挑戦的なこのコスモ。このコスモフェニックス。幻影が乱れた。そこが行け、スクエアチェーンよ。倒すのは目の前のジェミニではない、それを操っている異次元の向こう側にいる男だ。サンダーウェーブ。そいつが何光年彼方に隠れていようとも必ず見つけ出して倒せ。バカな、異次元空間を超えてこの私の体に直接攻撃してくると。幻影が消えた。なんとか倒すことができたんだろうか。しかしあそこで幻影が乱れていなければ僕もどうなっていたか。兄さん、あの時感じたコスモは絶対兄さんだ。遠くから僕を守ってくれたんだね。やはりジェミニのゴールドセイントはここには存在しなかったんだ。このジェミニのクロス、なんと寂しそうなことだろう。まるで陰と陽の間で悲しんでいるように感じる。それにしても氷河は無事だろうか。戦いの最中ジェミニに異次元に飛ばされてしまったけれど、ジェミニのコスモが消えた今どこかに戻ってきているはずだ。安全な場所に戻されていればいいんだけど。氷河は掃除球での戦いの最中、ジェミニのアナザーディメンションにより異次元へと飛ばされてしまう。しかしシュンがジェミニを倒したことにより異次元から抜け出ることに成功する。氷河が落ちたのは第7の球、ライブラのゴールドセイントであるローシが守護する天輪球だった。そこで氷河は懐かしい人との再会を果たす。その人物こそアクエリアスのゴールドセイントカミューであった。アクエリアスのカミュー、なぜあなたが天秤球に。あなたは欧米球を守っているはずでは。そうだ、本来なら五老峰の老師が預かるこの天秤球だが、老師は長い間五山の奥に、いわばここは無人の球。その無人の球になぜあなたが。氷河、それはお前をここで食い止めるためだ。ダイヤモンド。どうした氷河、なぜ剣を打ってこない。進むためには私を倒さなければならないのだからな。できません、死であるあなたに剣を向けることはできない。甘いぞ氷河、その甘さがある限り私には勝てん。おとなしく引き返すのだ。氷河よ、
私がこの無人の天秤球まで降りてきたのは、お前を力ずくでも止めるためだ。それでも進むというのなら、この私を倒さねばならないのだからな。それはできません。我が師とも言うべきあなたに剣を向けるなど、この氷河にはできない。相変わらず幼さの抜けんやつだ。ならば剣を向けられるようにしてやろう。なんだ、まさか、マーマが遠ざかっていくのがわかる。マーマの船が沈んでいく。海底の一番深いところへ。あそこに落ちてしまったら、もう誰も近づくことはできない。マーマ、マーマ！何も持たないこの氷河にとって、唯一残された大切なものだった。それをなぜ？黙れ。死んだ人間にいつまでも涙を流している。お前の唯一の弱点を断ち切ってやったのだ。それが悔しければかかってくるんだ。いくらあなたであっても許せない。たとえ誰であろうと、俺からマーマを奪う権利はない。やっと決心がついたか、ヒョウマ。ファイヤーボルトランだ。アタック。その程度か。ファイヤーボルトランだ。アタック。アタック。それだけ。オーロラサンダー、アタック！くらえ！くらえ！くらえ！おい！オーロラサンダー、アタック！おい！それだけ。ありそう。オーロラサンダー、アタック！お前をここで止める！オーロラサンダー、アタック！カンヌ！もうこれ以上あなたに剣を振るうなどできない！ヒョウマよ、その稚拙な考えを捨てるのだ！オーロラサンダー、アタック！この程度でこの先どんなゴールドセインと戦おうと、勝負は見えている。ならばこの私が引導を渡してやる。何？両腕のパーツが水がめの形に。くらえ、アクエリアス最大の剣、オーロラエクスキューション。今のコスモは、そんな氷河！シリュウ！セイヤ、お前も感じたか？ああ、氷河のコスモが
一瞬大きく弾けて、その後完全に消えてしまった。まさか氷河の命が燃え尽きた。許せ氷河よ、お前がこれ以上進んでいったとしても必ずや他のゴールドセイントによって倒されていただろう。だが他のゴールドセイントに殺されるよりはせめて死とも言うべき私の手で葬ってやりたかったよ。最後にお前の棺を用意し、その氷の棺はいかなることがあっても溶け、お前の肉体は永遠にその棺の中で朽ち果てることはない。魂は天に昇ってもこの無人の天秤宮で永遠にさらばだ氷河よ。